私は今毎年岐阜長良川の鵜飼が開催され多くの観光客が訪れる長良川のほとりにいます。昨年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で例年通りの鵜飼行事、鵜飼観覧船の運航もできませんでした。こちら岐阜市にある長良川鵜飼ミュージアムでは長良川鵜飼で使われている鵜舟が展示されています。1300年以上前からずっと変わらない木製の船なんです。そこで今回の岐阜市情報チャンネルは長良川鵜飼に欠かせないこの鵜舟の話題からお届けします。毎年5月11日から10月15日まで開催される岐阜長良川の鵜飼。鵜飼観覧の魅力は何といっても鵜匠の七輪さばきや鵜が鮎を取る姿を間近で見ることですよね。現在鵜飼漁の鵜舟は6名の宮内庁式部職鵜匠が1艘ずつ保持しているのみで、万が一非常事態が発生しその中の鵜舟が使用できなくなった場合、新たな鵜舟の調達ができるまでは鵜飼ができなくなってしまいます。さらに今鵜飼をするために不可欠な鵜舟の造船技術自体の存続が危ぶまれているんです。ここは岐阜市港町にある鵜飼観覧船造船所です。今こちらではベテランの船大工那須誠一さんの指導を受けながら若手船大工が鵜舟の製作をしています。鵜舟の造船は鵜飼観覧船などの造船技術とは異なる部分が多く、専門技術の習得が必要になります。そのため岐阜市では鵜舟の造船技術を未来に向けて確実に継承するために鵜舟の船大工育成事業を展開しています。美濃市在住の那須誠一さんは今年90歳。およそ30年前から鵜舟の造船を手掛けてきましたが今は引退されています。鵜舟っていうのは、全国12カ所か一応鵜飼やっておる箇所はあるわけだけども、ただこの伝統的な漁法とか船も使ってという、その漁法はやっぱりこの長良川水系がほとんど独自のもんやと思うんですよ。同じ場所で毎晩やっては漁獲はないわけね。ある程度移動して今日はここ明日はここというふうな場所を移動して魚の動きと量を加減しながらやられるのは鵜飼やと思う。でそれの量に合う船はやっぱり他の網漁とか釣り船とはまた違う船というのが、それが一応一口には1300年かの伝統だと言いながら長い間年月かけて多分進化したと思います。ただ鵜舟の場合は一応そういういつの頃から来ましたしなけども、大体底の長さが5軒5尺5寸、底の幅は3尺5分、深さが大体尺8寸というのが一通の規定で、それからここの上流に関市があるわね。関市の尾瀬の鵜飼とこの長良の鵜飼とこの下取りが約1寸違うというのが基本です。尾瀬は上流でちょっと流れが強い関係でそれが気持ちが1寸ということです。じゃあこの岐阜の長良川に合わせた船にしてるってことなんですね。そうです。でもこうやって若い人たちが受け継いでてくれるっていうのはいいですね。ありがたいことです本当に。
那須さんの指導のもと産船を製作している船大工の高山さんにお話を伺います。まあ、カナセを持ってるものではないですけど、いや、僕らもやっぱ普段はカナセ作ってるんですけど、なかなかこの鵜飼船って初めて作るもので、まあ普段使ってる板と、まあ、厚みとかも全然違うもんで、身を見まねで作ったっていう部分っていうのがあって、なかなかちょっと今日いろいろご指摘いただいて、まあ僕らもちょっと失敗したところとかいろいろあったんですけど、やっぱりその今この鵜飼のその鵜船を作る人がなんかいないっていう現状で、なんとかその技術を、まあ、那須さんが本当元気な時にせっかく教えてもらえる機会があるのであれば、今が一番最後のチャンスかなと思って、ちょっと教えてもらおうかなと。これは一応20人乗りの観覧船の船底に当たるんですけど、さっき見てもらった鵜飼船よりかなり幅も広いと思うんですけど、厚みも全然違いますね。そうですね、やっぱそれで作り方って、まあ普段僕らこういう観覧船を作ってるもんで、その使ってる釘とかその道具っていうのは全部違うもんで、やっぱそのちょっと感覚が違うところで、よりじゃあ鵜船の方が細かく精細になるってことですか。そうですね、まあ、どっちかっていうと、まあ、こっちの方が、まあ、大雑把っちゃ大雑把っておかしいですけど、な感じですね、はい、じゃあより細かい作業だったり、ね、技術が求められるわけなんですね、はいはいはい、まあ次のその若い人に、まあ、僕らがこの技術をちゃんとしっかり身につけて、まあ、ここで途絶えさせるわけにもいかないんで、次の若い人に何とか伝えていけれる技術をやっぱ身につけていきたいなと思ってます、はい。鵜飼漁をしている鵜匠代表の杉山雅彦さんです。杉山さん、今鵜船の現状はどうなっているんですか。そうですね、今かなり、ね、無理をしながら、古い船を、ね、大事に使っているところですね。古い船を、はい、どれくらい前のものなんです。まあ、長いのですとね、もう15年を超す船もありますし、全体に、ね、もうかなり、老朽化してますね。まあ、我々の望みとしてはですね、なるべく、まあ、古いものをね、現状で使える、製作できるうちは同じものを使いながら皆さんにね、鵜飼を見てもらうことも、大変必要だと思うし、我々自身もね、鵜飼の我々自身の技術だけじゃなく、それに関わるね、鵜飼に関わるいろんな技術もね、保存継承できるような、方法を考えながらね、多くの方にですね、鵜飼の、ね、本質といいますかね、そういったところも楽しんでもらえればと思って、今年も向かっていくと思っております。さまざまな伝統文化の技術の継承が危ぶまれている今、鵜船造船技術の継承が絶やすことなく未来永劫に続くことを願います。全長13メートル幅1メートルほどのシャープな鵜船が長良川を行く優美な姿を思い描きながら、岐阜市では1月30日から2月7日までの9日間、ここ岐阜公園と河原町広場で岐阜あかりウィークを開催しています。岐阜あかりウィークは岐阜の明かりをブランドとして確立し、岐阜市の伝統工芸品岐阜和傘や岐阜提灯に明かりの演出をし、来場者に本物の価値を見てもらうとともに、アート的視点を取り入れるなどした岐阜市ならではの明かりイベントです。そして岐阜あかりウィークと連動して、麒麟が来る岐阜大河ドラマ館も土日の開館時間を2時間延長、午後7時までとし、2月14日のフィナーレに向けて盛り上げていきます。ここからは麒麟が来る岐阜大河ドラマ館の近藤さんにフィナーレに向けた取り組みを伺います。
ドラマ館自体はですね、1月11日までの予定で開館をしていたんですけども、ドラマが延長になったということで、現在2月の14日まで延長しております。開館当初からですね、展示物もだいぶ中身が変わってますので、そちらの方をご案内したいと思います。キリンが来るの世界ですね、入ると。じゃあ二の三穴キリンが来るの世界のコーナーになっていまして、ドラマで登場している衣装や小道具を展示するコーナーになっています。一部実際に俳優さんが使われた衣装とかが展示されておりますし、ドラマ見られた方ですね、身の辺を思い出しながら見ていただけると楽しめるのではないかなと思います。まさにこの光秀の衣装、ドラマで見ました。そうですね、最初の頃の光秀の衣装になりますね。実際に使われた小道具などもあるということで、館内たくさん映像もありますから、見比べてみても面白いかもしれませんね。そうですね、小道具についても実際にですね、ドラマで使われたシーンなど流していますので、そういうのを見ていただけるといいかなと思いますね。こちらですね、実際にドラマで使用されて、染谷さんが清須とか岐阜城にいた時ですね、に使われた衣装になりますね。これがまさに撮影で使われたものなんですね。そうですね、実際に使われているものです。生地の質感とかも間近で見るとよくわかりますね。そうですね、すごいこだわりがある衣装なので、よく見ていただけるといいかなと思いますね。なんか見覚えのある衣装があるんですけれど。そうですね、もともと衣装の展示コーナーに展示してあった信長がまだうつけ者だったと言われてた時代ですねの衣装になるんですけども、今こちらの方に魚屋ということで展示をしています。こちらは大観信長の間という場所になります。もともとはですね、開館当初は大観道三の館といいまして、稲葉山城の時代の間をですね、再現したところだったんですけども、現在は話が進みまして、岐阜城になったということで、信長時代の撮影セットを再現したところになっています。展示も連動しているわけですね、ドラマと。そうですね、ご覧の通り、こちらも実際に使われたものなんですけども、織田信長役の染谷さんが使われた甲冑を展示しておりますし、あと以前ですね、展示をしておりました斎藤道三元木さんが使われてた甲冑も同様に展示をしています。じゃあ今は2つ同時に楽しめるわけですね。そうですね、こちらご覧の通り座敷に座っていただいてですね、写真を撮ることも可能になりますので、こちらは一番おすすめの撮影のスポットになります。はい、何回来ても楽しめそうですよね。そうですね、最初の頃ですね、見ていただいた方もですね、展示の内容も1年を通して変えてきておりますので、最後まで楽しんでいただけるようなドラマ化になっていると思います。もういよいよフィナーレということですから、これからますます楽しみですね。そうですね、たくさんの人に最後まで来ていただけるようにというふうに思っております。コロナ禍の今、ご来場の際は感染症対策を十分にしてお越しください。